それでは8番目の発表になります。福岡教育大学教職員主体グループ大学院1年有本ゼミ&有志大学院生から提案事業名小学生から高校生一般を対象としたワクワク算数エンジョイ数学プロジェクトについて発表いただきます。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私たちは小学生から高校生一般を対象としたワクワク算数エンジョイ数学プロジェクトというタイトルで活動いたしました。 SDGs のゴールといたしましては4質の高い教育をみんなに、9産業と技術革新の基盤を作ろうです。まず活動の概要についてです。実施期間は令和3年7月1日から令和4年2月28日まで宗像市在住の小学生から高校生一般の方を対象としました。学内にて教材作成を行いまして資料配布による実施をいたしました。テキストの冊子体と DVD を配布する形といたしました。背景と目的ですが新学習指導要領が小中学校で実施され高等学校では来年度から実施されます。コロナ禍による児童生徒の活動の制限等により学習指導要領改定の趣旨を踏まえた事業実践例の蓄積が喫緊の課題になっていると考えています。そこで大学教員と大学院生で構成されたプロジェクトチームを発足し小学生から高校生一般の方を対象とし宗像市民の皆様に算数や数学の魅力や楽しさを発信する取り組みを実施しました。事業内容といたしましてはプロジェクトチーム内でミーティングを行い教材テキストと DVD を開発し各500部作成しました。テキストはカラーの詳細紙で12ページ DVD は動画で15分程度のものを作成しました。取り扱う題材についてはプロジェクトチームで検討し小学生から高校生一般まで広い範囲にわたり算数や数学の魅力や楽しさを味わうことができるものを扱いました。開発した教材は各学校へ配布させていただきました。各学校1学級に1部です。配布数はこちらのようになります。市内小学校15校に248部、市内中学校8校に110部、市内高等学校2校に54部、コミュニティセンター12施設に計24部、合計436部になります。2章の構成からなっていまして、まず第1章は小学生から中学生向けの数取りゲームの題材、第2章は高校生から一般社会人向けのベーズ統計の題材から構成されています。今回活動させていただいたことで次の成果が得られたと考えています。指導内容の系統性を踏まえた小学校から高等学校あるいは社会人を対象としたテキスト教材と動画教材から構成される学習教材の一例を提示できたこと、また学習者の発達段階に応じ限定した講習に限らない教材を作成することができたこと、作成した教材を宗像市に所在する全小学校、中学校、高等学校、コミュニティセンターに配布させていただくことで地域連携の一例を提示することができたと考えています。今後の課題といたしましては本教材の配布後におきまして各学校や施設から感想をいただきましてその内容により今回の教材について検討していくこと、また他の題材について教材化を行うこと、さらに算数や数学の魅力を発信することを目的とした地域連携の取り組みを継続し発展させていきたいというふうに考えています。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。実際に多くの教材作成いただきましてこちらでお預かりさせていただいて各小中高校の方には配布させていただきました。本当に多くの子どもたちにね行き渡る数あったというふうに思っております。内容も実際に拝見しましたがゲームのようなものから高校生向けの分はなかなか私も難しくて理解に苦しんだんですけれども非常に面白く拝見させていただきました。ぜひこの続編というかですね違ったものをまた作成していただければと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。こちらこそどうもありがとうございました。それでは先生本日ありがとうございました。ありがとうございました。